今年9月に発足した菅政権ですが、発足当初はかなりの高支持率でスタートしましたよね。しかし最近はコロナ対応をめぐって支持率が落ちてきています。朝日新聞の最新の世論調査によると、支持率は11月の 56% から大幅に落として39% になっています。一方、不支持は前回 20% から今回 35% まで増えているんですね。朝日新聞の調査ですから、それは考慮して考える必要があると思うんですよ。ただやっぱり他の調査でも下がってきてるっていうのもあるので、まあだから厳しい状況ですよ。確かに最近はマスコミに餌を自ら与えてしまっていましたからね。コロナへの警戒を呼びかけつつ、5人以上の老人の集いをまあ総理やっていたりとかね。ただいろいろ批判はありますけれども、会食自体をやめる必要は僕ないと思うんですよ。年末なんて飲食をはじめ書き入れ時なのに、過度な自粛がまかり通ってしまうと年を越せませんよ。できる限りの経済活動は続けていくべきです。むしろあれですよね、海外からの渡航っていうものにも注目した方がいいんじゃないでしょうか。厚生労働省は海外から成田、羽田、中部、関西の4空港に到着した男女25人が新型コロナウイルスに感染していたと昨日発表しています。これだといくら国内で自粛していても示しがつかないんじゃないでしょうか。 GoTo はやめて海外からは入れって、なんだそれって。今の菅政権というのはもう10年以上前ですが、麻生内閣とね、麻生政権と似ているんじゃないか、そんな指摘があります。あの時はリーマンショックでしたが、今はコロナ。麻生さんの時と似ている。麻生さんも高い支持率から始まってガクッと落ちた。自民党中堅は菅政権の現状をこう指摘した。立憲民主党幹部も麻生政権と似てきた。首相に就任した時が最大のチャンスだったと振り返った。麻生政権では自民党内で首相退陣を迫る麻生おろしが激化。当時を知る麻生派関係者は、来年度予算案が成立したら菅おろしが始まるかもしれないと穏やかでない。だが時の総理総裁を引きずり下ろすのは容易ではない。結局麻生政権はそのまま衆院選に突入した。そうして民主党政権ができちゃったんですよね。こういう危機の時こそ一枚岩になって対応したいところですが、まあ、政治の世界って難しいわけですよ。いつ追い落とされるか分かりません。静かなるドンで言えば、生倉新八みたいなやつがもううようよいるっていう。このまま行っても自利品ですからね。何か大胆な、まあ、国民にアピールできるような材料っていうものを出してこないと厳しいと思います。まずはコロナ対応ですよね。最前線で治療に当たっている日本赤十字社医療センターの出雲雄大医師は、新型コロナウイルスを指定感染症から外すことを主張しています。これは17日に報道ステーションで答えたものなんですが、とても重要な視点だと思いますよ。旧新型コロナウイルスが指定感染症であることで、医療現場にどのような影響を与えているのでしょうか。陽性者は入院・隔離が原則となっています。ホテルや自宅療養もありますが、実際にホテルの療養は65歳以上や基礎疾患のコントロールが不十分な人はできません。もう一つ、食べ物アレルギーがある人もそれぞれの弁当が用意できないという理由でホテル療養はできません。療養型病院などで陽性者が出ると、感染症の指定病院や地域の基幹病院に転院するということになっています。これらが急性期の医療を担ういわゆる基幹病院を圧迫していることになります。私たちはこれが一番重要だと思っています。また当院では一度53人が濃厚接触者になったことがありました。全員に PCR 検査をしたら陽性者は1人だけでした。52人は症状がなく、感染もしていないのに2週間働けない状況でした。その間、当然ながら人員が足りなくなります。病棟を閉鎖したり、外来や救急、手術を止めたりしなければいけなくなると、他の病院への負担が増えて悪循環になってしまいます。5類まで下げたらどのようなメリットがあるのでしょうか。無症状者、軽症者は自宅やホテル療養を徹底し、入院は重症患者を中心とするべきだと思います。そして濃厚接触者の洗い出しなどの作業を減らし、マンパワーを他に割いていくようにするべきだと思います。例えば5類の季節性のインフルエンザは例年日本では約1000万人かかり、約1万人が亡くなっています。明らかにコロナより多いですが、例えば去年医療逼迫が起こっていたかというと、そういうことはなかったと思います。今の扱いを続けていると、嫌でも病床が圧迫されていくわけですよ。日本の場合、最近感染者数が増えていたりとか、まあ、死者も出ているんですけども、
まあその死ぬ率で見るとね。ですからインフルエンザと同等の5類にして環境をまず変えるべきなんじゃないかっていう話ですよ。しかしですね、17日の厚生労働省の有識者会議では指定感染症を1年間延長して22年1月末まで指定を続けることが了承されています。それまず転換した方がいいんじゃないでしょうか。このままダラダラ行くと本当に自利品になって、まあ本当に間違いがあって政権交代なんていうことも考えられますからね。民主党政権が誕生した時も自民党に対する不信感ってあったと思うんですよ。でこの状態が続くとまさにそういう空気ができかねませんので、しっかりとしたね対応をまずやっていただきたいなと思います。というところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。